今回の動画はですね、ちょっとね、最近、正月明けてからね、全く動画投稿してないっていう現状なんですけど、まあ、ね、ちょっとね、このチャンネル、まあ、何回か、もうこのチャンネルずっと見ている人はね、わかると思うんですけど、なんか何回かあるんですよね、なんかネタ不足っていうか、まあ、そういうことで、まあ、動画上げれないっていうね。去年ね、2021年、動画上げる頻度が、まあ、例年に比べてすごく少なかったんですけど、それはネタ不足なんですよね。で、まあ、そのネタ不足っていうのは、だんだん何かというと、2020年ぐらいから続いてて、やっぱコロナでね、どこにも行けないっていうのもあるし、そうなんですよね。なので、ちょっとネタが、ないんですよね、本当に。この間、名古屋に行ったんですけど、その時の、ね、動画も一応上げてるんですよね。ショート動画を、まあ、専門として上げる方では、上げてるんですけど、まあ、こっちの方では、なんか、一応、まあ、その名古屋に行く途中の新幹線の動画を上げてるぐらいですかね。なんで、それだけしかな、ネタ、集められなかったんですよ、あの旅行で、正直に言うと。なので、かなりきつい状況が続いてます。年末年始はね、一応、まあ、イベントとかがあったんで、なんかライブ配信とかね、そういうのがあったんで、投稿する頻度が、多くなってたんですけど、まあ、この正月を明けてしまうとね、もう普通の日常に戻って、まあ、別に何もイベントするわけでもないし。特にそういう予定はないし。あと、まあ、まだね、感染者がちょっと増加してきて、まあ、僕が住んでいる広島の方も昨日なんか600人も出たんでね。ということはね、まあ、なかなかちょっと旅行しにくい状況にあるので、ちょっとネタ集めるのは無理、難しいなっていう感じなんですよね。ということなんで、まあちょっとね、今後、いつ動画上げられるかわかんないんですけど、とりあえずね、まあ、ちょっとネタ不足ですよっていうことで、まあ、動画に出しました。そんな感じですね。まあ、そういうことです。なんで、まあ、ネタ不足なんで、もういつ上げれるかわかんないんですけど、多分上げれる時が来たら上げるって感じですね。なんか最初は前回の動画で、まあ今後の活動について、今後の活動についてっていうことでね、まあ言ったんですけど、思い切って、ちょっと2021年よりも動画投稿頻度を上げるっていうふうに言ってたんですけど、ちょっとそれが、実現化されるの、それが実現できるかどうかわかんないんでね。まあ、なんか言って、一人旅ももうできるようになったんで、まあ、旅行行って、まあ、ネタ集めて、まあ、動画撮れるようになったら、また動画撮って出すんでね。そんな感じです。サブチャンネルの方ではね、なんか動画、多分何個か上げると思うので、近頃。なので、まあ、そちらの方見てもらったらいいんじゃないかなと思います。ということでね、まあ、メインチャンネルはまあこういう状況です。なんで、まあ、次の動画がいつ上げれるかどうかわかりません。そんな感じです。以上です。